ミノ谷出入口は、兵庫県神戸市北区の阪神高速道路7号北、神戸線と32号新神戸トンネルの出入口。新神戸トンネル有料道路が、阪神高速道路に換された際に、ミノ谷 JCT の名称が付けられた。32号新神戸トンネルミノ谷出入口あたり、出入口から新神戸トンネル3号神戸線西田川出入口経由で、 7号北神戸線と3号神戸線の大阪方面との間に乗り継ぎ制度が設定されていたが ETC 利用でない場合料金を支払う料金所で乗り継ぎ券を受け取る必要があった。なお、2010年12月18日に31号神戸山手線が港川ジャンクションまで開通し3号神戸線と直結することに伴い乗り継ぎ制度は終了となった。 ただし、開通が3ヶ月ほど前倒しとなったこともあり、ETC 車については2011年3月31日まで1回分の通行料金で阪神高速の両区間に乗れる割引措置が講じられる。2012年10月1日からは新神戸トンネルも阪神高速道路に編入された。これに伴い号北神戸線とは、 現金でそのまま通行が可能となるが、3号、神戸線とは、現金では別料金扱いとなる。ETC では3号神戸線と32号、新神戸トンネルは、投資で乗り継ぎができる。ありがとうございます。